ダニー・グレンジャー・ジュニアは、アメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオーリンズ出身の元バスケットボール選手。NBA のインディアナ・ペイサーズなどに所属していた。ポジションはスモールフォワード。203cm、103kg。大学はブラッドリー大学で2001年から2シーズンを過ごし、2003から04シーズンからはニューメキシコ大学でプレーした。04から05シーズンには 18.8 得点 8.9 リバウンド、スリーポイントシュート成功率 43.4% を記録し、シーズン通算60アシスト60ブロック60スティールを達成した同校初の選手となった。優勝を果たしたマウンテンウェストカンファレンストーナメントでは、同トーナメント MVP を獲得した。カレッジ個人成績2005年の NBA ドラフトにて、インディアナ・ペイサーズから1巡目17位指名を受けて、NBA 入りを果たす。ルーキーイヤーとなった05から06シーズンは、ベンチスタートとなったが、7.5 得点 4.9 リバウンドのアベレージで、オールルーキーセカンドチームに選ばれた。翌06から07シーズンには、スモールフォワードとして、先発に定着。一時先発から外れるものの、1月にはゴールデンステートウォリアーズとの間で8選手が絡む大型トレードが行われ、フォワードのアル・ハリントンが移籍したことにより再び先発に返り咲いた。翌07から08シーズン、世間を最初に驚かせたのは、前評判の低かったペイサーズの開幕3連勝とグレンジャーの活躍だった。3連勝中チームを牽引する働きを見せた。グレンジャーはシーズン最初の週間 MVP を獲得した。その後ペイサーズは一気に負けが込み、結局プレーオフ進出はならなかったが、グレンジャーは好調を維持し続け、19.6 得点 6.1 リバウンド、スリーポイントシュートは 40.4% と大きく成績を伸ばし、故障者が続出し苦境に立たされていたチームを支え続けた。オフには5年$993万500の大型契約を結び、さらに、ペイサーズはジャーメイン・オニールを放出するなどし、グレンジャーは事実上ペイサーズのエースとなった。2008から09シーズンのグレンジャーの成長は、目覚ましく、1月11日のゴールデンステート、ウォリアーズ戦では、キャリアハイの42得点を挙げ、オールスターにも初選出される。個人成績を 25.8 得点 5.1 リバウンドまで伸ばし、ミップ賞に選出された。しかし、2012から13シーズンあたりから、左膝の怪我や、ポール・ジョージや、ランス・スティーブンソンなどの台頭により、出番が少なくなっていった。2014年2月20日、2015年ドラフト2巡目、指名権とともに、エバン・ターナー及びラボイ・アレンとのトレードで、フィラデルフィア・セブンティシクサーズに放出され、その後1試合もプレーせずに2月26日に解雇され、2月28日にロサンゼルス・クリッパーズと契約した。2014年7月、マイアミ・ヒートに移籍したが、2015年2月19日の複数チームが絡んだ大型トレードで、フェニックス・サンズに放出され、さらに個人的な事情でサンズには合流せず、サンズでは、不出場に終わった。6月17日、1年$217万のオプションを行使し契約した。2015年7月9日、レジー・ブロックとマーカス・モリスと共に2020年のドラフト2巡目指名権との交換で、デトロイト・ピストンズに放出され、シーズン開幕前に解雇。現在は事実上の引退状態となっている。SF としては長身ながら、機動力に優れ、アウトサイドからのシュートも得意としている。優れたディフェンダーでもあり、リバウンドでも強さを発揮するなど、総合的な能力は高い。ありがとうございます。